こんにちは、シルキースタイルの島津です。シルキースタイルの山田です。この動画では、弊社代表であり下着コンシェルジュである山田の著書、とっておきの一着さえあればいいから本には書ききれなかったことをお聞きしていきます。今回は自分に一番近い場所にまとうものについてお聞きします。下着は、ね、自分の体の皮膚のすぐ近くにまとうものですけど、ね、だからこそなんか例えば自分に今日合った下着をつけてるとハッピーだし、なんかこう違和感がある下着だとなんかいちいちムズムズとかしません？確かにフィットしてない時のこのなんかゴワゴワ感というか、ね、なんか今日違うなっていう日ありますよね。ストレス感じるってあると思うんですけど、火の同根って言葉があるんですね。火の同根、皮膚に脳に、同じに根っこと書くんですけれども、自分 の, その身につけたもの、特にこう肌触りとか、そういったものっていうのが脳とつながっているんですよ。なので本当に例えばイメージすごくふわふわして気持ちのいいあのパジャマとかした時にぐっすり眠れるみたいな感じで、やはりつながってるんですよね。自分のこうリラックスできる気持ちになるとか穏やかな気持ちになるとかっていうことでつながっているので、だからあの自分が心地いいってものをね、とことん追求してもらう方がいいんですよね。なるほど、まあ、素材もそうですけど、なんかついつい下着ってずっと同じサイズで行ったりしがちかなっていう気がするんですけど、 あるあるですね、それもそうなんです。例えば20代の時は私もタクシーの70がぴったりだったからっていつまでもね、その過去の栄光のまま同じものを着続けてる方ね多くて、逆にこうきついのを選んでしまったりとかもありますよね。あります、あります。そう、ショーツもすごいきつめのを履いてる方実は多いんですよね、でもそれも実は脳に対しては良くない影響がやられていて、それが実は本当に気づかないうちに溜まっていくとね、良くないことにストレスにつながったりするので、そういうことを考えると下着選びって大事だと思いませんか？大事ですね。こう自分をいたわってる感じを一番感じられるかもしれないですね。そうなんですよ、やっぱりね、もう心と体はつながっているので、自分の心もハッピーに脳も喜ぶ、そんな人にもね、本当に選んでいただきたいなと思いますね。そうですね。なんか最近おうち時間が増えてると思うんですけど、やっぱりリラックスした下着をつけがちなんですけど、そうすると体型が崩れるなっていう気持ちもありつつ、逆にね、その両立ができるようなんかおすすめの下着とかってないですか？でも両立でいうとやはり素材選びをすごくこだわるっていうのは一つですよね。本当にもうシルクとか、あのコットンとか、そういったものが入っていて、で、最近だとやっぱノーワイヤーだけでも形をきれいにしてくれるものとかあるので、ブラジャーでもノーワイヤーで本当になんていうんでしょう、全に胸の形をこうあの綺麗に見せるようなものもあるので、ちゃんとこう機能と素材とデザイン性、いろんな面で、ね、しっかりと選んでもらえるといいんじゃないかなと思います。この動画が良かったと思う方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。